ンネルです。今日はですね、岡園家にジオラマで案内してみた。はい、ということでですね、今回は皆さんに葉月の家を見ていただこうかなと思うんですけど、実はですね、葉月の家本当に誰も上がったことがなくて、メンバーも友達も本当に誰も上がったことがないんですね。で、皆さんにどうしてもお見せしたいなと思いまして、まあ、ちょくちょくね、ツイッターなどで出してるのもあるんですけど、まあ、今回は全貌を見ていただこうかなと思ってるんですけど、実は自作でジオラマを、ちょっと自分の家のジオラマを作ったので、それでみんなに見ていただこうかなと思います。はい、ということで、ご案内します。まずですね、ここの玄関を入りまして、じゃじゃーん、まず出てくるのがトイストーリー部屋になります。もうですね、猛烈に大好きなわけでですね、トイストーリーが。で、もうなんか寝室的な感じになってるんですけど、ちょっと画像は分かりやすいので上げときますね。こんな感じで、はい、こんな部屋になっているんですけど、まあこちらがトイストーリー部屋になります。はい、そして隣に移りますとこちらです。これはですね、まあ子供部屋みたいな感じですかね。まあ遊ぶ部屋になります。壁もこんな感じで、ちょっと見えにくいですけど雲になってて、まあミニビリヤードとか置いてあったりします。はい、で続いての部屋がこちらです。これはまあリビング的な感じになるのかな。ソファーがあったりとか、あとジュークボックスがあったりとか、ちょっとロックな一部屋になっております。はい、こんな感じで、すごくね可愛いんです、この部屋。はい、で続いてがこちらキッチンですね。キッチンはこんな感じになってて、実は HKT48 の特典映像でも実は私の家が映ってるんですね。まあだいたいこんな感じっていうのは多分見てくださったらわかると思うんですけど、まあこの上にね列車が通ってたりなんかも実はしてるんですね。こんな感じで、はい、通ってたりしますね。はい、で続いてはこちらの部屋、ドン。こちらは今現在使っているハズチャンネルの部屋になります。こんな感じで、いつも見えてるのがこんな感じですね。はい、こんな感じになっております。いつもここでハズチャンネルを今みたいに、撮ってるっていう感じになります。はい、じゃあ続いてはこちらの部屋、ドン。こちらの部屋はですね、ファンの方からいただいた、生誕グッズだったりアルバムだったりプレゼントなどを置いてる部屋になります。まあ、こんな感じで、ちょっとこれは写真なんですけど、いろいろいただいた額だったり写真だったりいろんなものを置いております。はい、大切にここに保管してあります。はい、で続いて、まあここにお風呂、これはまあイメージなんですけど、こちらですね。最後はこんな感じの衣装部屋になります。こんな感じで中に入ると、こちらは帽子がありまして、靴があっての服がいっぱいある感じですね。こんな感じで、ね、ある感じになっております。はい、こんな感じで、はい、っていう感じになっております。あ、でもこちらの部屋はですね、第1回目のハズチャンネルに載っているので、ぜひ皆さんそちらも概要欄に貼っとくので見直していただければいいなと思います。はい、ということでですね、皆さんに私の家の全貌を見ていただいたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ多分あれですね、写真もちょこちょこつけて一緒に上げてたりしたので、なんとなく分かっていただけたんじゃないかなと思います。はい、ということで、この動画いいなと思ったグッドボタン、コメント拡散よろしくお願いします。
今日も見てくださってありがとうございます。それではまた、バイバーイ。じゃあねー。